光線弾が延々と続いています。いよいよ乗船です。一番岸に近い一隻目の船です。一隻目の船を通過して二隻目に乗り移りました。三隻目です。三隻目が私たちが乗る船です。この先に4隻目、5隻目とあるそうです。後で分かったことですが、この5隻が船団を組んでナイル川をクルーズしました。このロビーは2階です。食事のために1階のレストランに降りていきました。3階には土産店が並んでいました。さらに4階に上がりました。4階の通路からプールが見えました。4階にはクラブもありました。クラブから甲板に出られました。船尾から船首の方向を見ています。ナイル川です。添乗員の方からクルーズの楽しみ方のレクチャーを受けました。